ババユーダイは日本の男子バスケットボール選手。富山県出身。ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。富山第一高等学校、筑波大学卒業。B リーグの日本人初の NBA 契約選手。オーストラリア NBL のメルボルンユナイテッドに所属していた。身長198センチメートル、体重90キログラム。妻は 女優の森カンナ。富山第一高校ではコーチを務める父のもとで2年生エースとしてウィンターカップ出場。筑波大学進学後、全日本大学バスケットボール選手権大会の67回、68回、大会に連覇メンバーとなった。大学在学中の2017年6月、B リーグのアルバルク東京と契約した。新人の2017から18シーズン。 二年目の2018から19シーズンとも B リーグ優勝メンバーとなる。2018から19シーズンプレイオフファイナルの千葉ジェッツ戦では12得点、12リバウンド、6アシスト、2スティールを記録して MVP を受賞した。2019年7月 NBA ダラスマーベリックスの一員として NBA サマーリーグに挑戦した。 W 杯終了後の9月17日、マーベリックスから正式オファーを受けキャンプへの参加を発表。9月19日、マーベリックスとエキシビット10契約が正式に発表された。B リーグ出身者で初の NBA 契約選手となった。NBA のプレシーズンゲーム出場後、10月17日にダラス参加の NBA ゲータレードリングチーム、テキサスレジェンズと契約した。 コロナウイルス感染症の流行により、シーズンが中止となるまで41試合に出場し、1試合平均19.6分出場、6.3得点、2.6リバウンド、1.3アシスト、1.0スチールを記録した。2020年7月、オーストラリア NBL のメルボルンユナイテッドと契約した。2020から21シーズンは30試合出場で平均8得点。 2.3リバウンド、1.2アシスト。メルボルンの NBL 制覇に貢献し、優勝メンバーとなり、チームのディフェンシブプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。2021年3月、楽天とマネジメント契約。高校1年で U-16 アジア選手権3位。2年では飛び級で U-18 日本代表に選ばれ、アジア選手権4位。大学進学後も、 2015年ユニバーシアードに出場し2年から日本代表候補に選ばれる2017年東アジア選手権日本代表に選ばれるマカオ戦では第2球開始直後にダンクを披露した2019年7月ワールドカップ中国大会の日本代表に選出アメリカ戦でチーム内最多の18得点を記録5試合に出場し 一試合平均25.5分で9.2得点、2.6リバウンド、3アシストを記録した。2021年7月、東京オリンピックの日本代表に選出された。2021年7月1日、女優の森屋カンナとの結婚を発表。ありがとうございます。